三峰山、かつて大山増達が修行を積んだ聖なる地である。この三峰で牢山の山ごもり修行は行われた。山ごもりの朝は早い。早朝薄暗いうちに起き出し、山道を山頂まで走る。片道1時間ほど走ると、大木を相手に立ち木打ちを行う。立ち木打ちに雨の日も風の日もない。一体何のために鍛え、どのような効果が得られるのだろうか。まず、木でもですね、いろいろな木があります。太い木もあれば細い木もある。また表面が柔らかい木もあるし、表面が硬い木あります。まずこういういろいろな刺激を通じて自分の体、体というのはその皮だけを鍛えるということではなく、あくまでも骨を鍛える、また筋を鍛える、体全体を鍛えるというそのような効果があります。また叩いた時のその衝撃といいますか、つまり柔らかい人間を叩く場合ですね、その硬い木だけをまた叩くことはこれできないことです。つまり表面を叩いて表面だけをそのダメージを与えているということではなくですね、本来一撃殺というこの観点から見た場合ですね、表面を叩いてそれこそ威力がですね背中に抜けるような、そういう威力、瞬間的なスピードと威力、強さを身につけなくちゃいけない。そのためにサンドバッグであれ、あるいは牧原であれ、硬い木であれ、柔らかい木であれ、太い木、細い木と、いろいろな刺激を求めてですね、これもやはり先ほども言ったように自分からあえていろいろな刺激を求めて結構やる必要があると思います。これは山ごもりの時には、はい、毎日のように練習されたんですか。これ私は毎日、1日稽古はだいたい 7,8 時間やりましたけども、その中の、木を叩く時間だけでも2時間ぐらい費やしました。したがって稽古終わってですね、この道をずっと上から下歩いてくるときにはもう常にこの辺りでお腹が痛くてですね、お腹痛いということは叩くと自然に血尿が出るわけですね。血尿が出るとどうしてもその膀胱あたりが締め付けられてですね、痛くなります。この辺りでいつもこうお腹を抱えながらですね、降りてきたもんですけども、そして今血尿が出るというのは弱い部分がそのような形で出ただけのことであって、だからといって血尿が出ないような叩き方、私が言いわしてみればですね、1時間2時間叩いて血尿が出ないはずがない。1時間2時間叩いて血尿の出ない人はまだ叩き方が足りないんじゃないかなと、そのように思います。山道の上り下りには足場の悪いところが少なくない。牢山はあえてそのようなところを選び、徹底的に型の稽古をした。総裁、小山総裁がいつも言われてますように、空手をですね、武道として捉えた場合に、あくまでも勝負の原則というのは命のやり取りにあることだと思います。そういったことを考えたときに、
その限られたような条件の中でしか使えないの技っていうのは、これはもう命を投げるようなことでありまして、ですからわざわざその難しい場所を選んで稽古するという、昔中村先生はですね、このような岩場に、油をわざわざですね巻かれて肩や気温の稽古をされたと思います。まあ、今日たまたま濡れてるんですけれども、しかし油をまいた時にはこのような条件じゃありません。我々は道場の中での稽古だけではなく、まあ、できるだけですね、困難な状況を自分が作る。そういった中で、毅然とした技を使える。またそのようなたくましい心をですね、まあ、こういったところで鍛える必要があるんじゃないかなと思います。私は当時の大山道場の空手そのものがですね、まあ、極真空手とは言っても実際にいろんなジャンルの武術あるいは空手の技がですねいい部分を取り入れて現在の極真空手に発展したものだと思います。これは大山総裁のですね、大きな、まあ、意思だと思います。現在の極真空手もこれで完成したとは思ってません。まあ、これからもいい部分はですねいい練習法いい技はどんどん取り入れるべきだと思ってますし、まあ、そういった意味で意見の練習方法をですね、ただ、まあ、意見という一つの中央拳法の一ジャンルとして捉えるんじゃなくてですね、この練習方法は先ほども言いましたように根本的な普遍的なものだと思いますから、こういったものをですね、練習方法として取り入れるべきだと思います。午前中は意見の担当、当時で言えば大気圏の立前や肺などを十分に行った。午後もさらに鍛錬は続く。薪藁や砂袋などを利用して部位の鍛錬をするのである。